こんにちは。行政書士事件合格チャンネルです。今日はですね、憲法の判例対策としてこの猿払事件、この判例についてお話をします。今回取り上げるテーマはですね、公務員の人権、主にですね、政治的活動、この点についての説明をさせていただきます。このチャンネルは私が2年目受験で行政書士試験に合格した受験勉強の経験に基づいて勉強方法、それから試験対策をお伝えしております。今年もしくは来年ですね、行政書士受験目指されている方、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきます。まずですね、この猿払事件、どのような事案だったかというと、郵便局員の Y さんという人がいました。で、この Y さんがですね、勤務時間外に、選挙用ポスターの掲示する活動をしていたんですね。これが国家公務員法120条1項、それから人事院規則ですね、これに違反するとして、この Y さんがですね、起訴されたわけなんですね。それでこの事案でですね、ポイントとなるところ、試験でもですね、問われている主なポイントですね、ご紹介します。それがですね、この公務員の政治活動、これを禁止することは許されるのかっていうところですね。で、この判例ではですね、このように合理的で必要やむを得ない限度にとどまるに限り許されるということですね。公務員の政治活動を禁止することは合理的で必要やむを得ない限度にとどまる限り、許されるという結論にですね、なっています。公務員の政治活動を禁止することがですね、先ほどの通り、許されるという点についてですね、押さえるべきポイントとしてですね、この、公務員のですね、この政治的中立性の要求という、これがですね、背景としてあります。どういうことかというとですね、この公務員というのは国民全体の奉仕者として政治的中立性ですね、これが要求されるので、この政治的中立性ですね、これを損なう恐れのある政治的活動ですね、これを禁止することっていうのは、合理的で必要にやむを得ない限度に限り許されるということになっています。過去問でもですね、どのように問われているかというと、例えばですね、地方公務員の政治的活動を制限する行為は違憲であるというような選択肢がですね、出されたりしてるんですけど、これは誤りですよね。正確には先ほどご説明した通りですね、合理的で必要やむを得ない限度にとどまる限りにおいては許されるということですので、違憲であるという選択肢はですね、この誤りということになります。そしてですね、この国家公務員の政治的活動の禁止に関するもう一つ重要な判例としてですね、この堀越事件というのがあるんですね。で、この判例の中で、この国家公務員法で禁止されているこの政治的行為ですね、この政治的行為はどういうことを指すのかっていうのがですね、この判例で、このようにですね、政治的中立性を損なう恐れが観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるもの、この政治的中立性ですね、これを損なう恐れっていうのが、現実的に起こり得るものとして実質的に認められているものと、ここの内容ですね、これがですね、過去問でもですね、問われています。選択肢としてですね、そのまま国家公務員法で禁止されている政治的行為とは現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものと、といったような選択肢が出ていてですね、これが正しいか誤りかというような問われ方もしてますので、この堀越事件のここの判例の内容ですね、ここもですね、きっちり押さえておくようにした方がいいと思います。それでは本日はですね、この国家公務員に関する人権、具体的にはですね、今回取り上げたのは政治的活動ですね、ここの禁止に関する内容についての説明をさせていただきました。判例としてはですね、この猿払事件、それから先ほどの堀越事件ですね、ここ、過去問でも問われている、判例となりますので、ぜひですね、対策していただければと思います。それでは本日は以上とさせていただきます。今後も行政書士受験に必要な勉強方法、それから試験対策をお伝えしていきますので、チャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。